んにちは、高橋優です。じゃ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 ん、洗濯物が溜まっておりますということで、今から畳みます。何日分かな。昨日も畳んだはずなんだけど、2日分ぐらいなのかな。畳んでいくんですが、実は明日からメディア復帰ということで、お話ししながら畳んでいこうと思います。皆さんもしよかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。畳みます。めちゃくちゃあるな。臨時の洗い物が多いのかな。ミルクの吐きこぼしとか汗かいたりするから、それが多いのかな。12月に出産して約2ヶ月間弱で産休という形で、エリアはいよいよ明日からレギュラーで出させていただいている昼帯にて復帰します。実はですね、めちゃくちゃ緊張してます。産後2ヶ月だけど、産前の1ヶ月もお休みしてる。11月1日の給料日を最後にテレビは出てないんですよね。3ヶ月間の間もテレビには出てないけど、 YouTube 撮ったりとか打ち合わせとかもしてたけど、テレビは久しぶりだし、しかも昼帯は生放送だし、ニュースも扱うからめっちゃ緊張してる。しかもお休み期間中ずっと家にいるから、昼帯をリアルに毎日のように家で見てたんですよ。だから見てたからこそ余計、あ、こういうコメントをしたら分かりやすいのかなとか、私だったらこういうことを言うかなとか考えながら見ちゃってたから、下空回りしちゃわへんかなっていう不安があります。もちろんこの私が昼帯に出させていただくっていうことは、私なりの意見で私が思うことを話すのが前提なので、絶対にこれが求められているとか、世間的にはこういう発言がいいんだろうとか、そういうことを考えすぎてもきっと良くないのは分かってるんですけど、一視聴者として見てたから、なんか考えすぎちゃわへんかなっていう不安があります。考えすぎひんし、ほんまに朝起きて早い時はもうザ・タイムから始まり、ラビットを見て、ブランチ見て、昼帯始まってみたいな流れを見てたから、そこに自分がピュッて入り込むっていうのを想像すると、どうしますわっていうことで、だから今日もなんかずっとそわそわしちゃってて、子供たちと夕方一緒に過ごしながら、なんか明日のことばっか考えてるわ私と思って、一旦今を生きようって決めて、子供たちの顔だったりとか、子供たちと遊ぶ時間に集中してたら、だいぶ癒されて気持ちリセットできたんですけど、子供たち出ていざリビングに降りてくると、緊張するわほんまに。明日起きれるかなから始まるしね。そもそも早いですね。明日は、前世はスクールがあるので、スクールへの送りと朝の前世の朝ごはんだったりとか用意はヒロくんに任せます。ヒロくんが家出るタイミングと前世のスクールに行く時間がちょうど合うので、明日は私は臨時と一緒に行きます。保育園とか預けてないから、明日はマネージャーさんちょっと甘えて臨時の面倒を見てもらおうかなっていう感じです。ヒロビ自体は生放送は1時間ちょいやし、短いっていうこと で、マネージャーさんもお父さんなのでちょっと甘えます。多分 YouTube これテレビ向けに話してないから、ずっと私が言葉足らずでも汲み取ってくれるヒロくんとか家族とか友達たちとばっかり会話してたから、言葉がまとまらんね。ほんまになんて言いたかったんやっけとも思うし、語彙力も足りひんし、頑張れ自分って感じ。本当に明日は生放送だけなんで、昼過ぎにはもう私の仕事終わり家に帰ってきてるんですけど、洗濯物をこうカゴに入れるとシワシワになるやんな。むずいわ。すぐ畳んだらいいんやけどな。ほんまは後回しにしちゃうね、ついつい。保育園とか臨時は申し込みにしてるけど、保育園の申請めっちゃむずないですか。補活っていうの、先生の時にもうすごく大変で、書類集めとか自分のね、働いている実績とかそういうのも手術しなあかんかったりするから、難しいって感じで結構やってたけど、忘れるし3年経って。結構 YouTube の撮影できてたんですけど、どうなるかなって。頑張るけど、絶対に頑張りたいと思うけど、仕事始まってなんか今みたいに更新できひんくなったら嫌やなって。皆さんどういう動画が見たいですか。YouTube ライブした時はやっぱり料理動画、あと何気ない一日とかルーティン動画見たいですみたいなのが多かったかな。料理のレパートリーも増やしたいね。この洗濯物畳む前に、明日の前世のスクールへの持ち物と、明日の前世の着替えと、臨時の着替えと、私の着る服全部パパパ用意して今に至ります。あとはこう洗濯も畳み終わったら、明日臨時も連れていくから、なるべく母乳あげれたらあげた方が仕事も楽やからあげるけど、もし私が撮影中に臨時が万が一お腹が空いてしまったりした時用のミルクとお湯と草増しと
ミルク用意して、おにぎりもできれば握っていきたい。できればヒロ君にもおにぎりを握ってあげたいけど、できなかったらごめんねヒロ君って感じですね。リンジュが最近すっごい動くようになって、首も座ってない、まあ、安定してきたけど首も座ってないから寝返りとかができるわけじゃないんですけど、一緒に頭の方向を合わせて寝てたのに、ブズブズって動いたら、もう気づいたらもう頭がこう90度私の方の横に来て、足があっち向くみたいな動くようになってきて、ちょっとね危険を感じるようになりましたね。なんか今までソファーに置いたりとかベッドの端っこ、落ちない程度の、まあ、ベッドの端っこに置いてたけど、ほんまにもう壁にくっついてる寝室のベッドが片方は壁にべったりくっついてて、片方はほんの少しこんぐらいのスペースがあるんですよ。ずっとリンジュが生まれる前、私がこのちょっとしたスペースがある側に寝てて、ヒロ君が壁側真ん中に前世で寝てたんですよ。それが寝やすいし慣れてるから、リンジュを私のこっちちょっとしたスペースがあるところの横にリンジュを置いてて、私前世ヒロ君っていう風にやってたんですけど、さすがに動くようになったから、昨日からくっついてるベッドのところにリンジュ、私、前世、ヒロ君という風に席替えしました。もしかしたら寝慣れへんからうまく寝れへんかなと思ったんですけど、私なんかあっちの方が意外と寝心地が良くて、途中でもちろん授乳とかうつ替えたりで来たんですけど、それでもすごい目覚めが良かった、気分が変わったから楽しかったのかな、そういうのもあるかもしれないですね。 OK、 洗濯物が終わりました。イエーイイエーイイエーイ、お疲れ様。仕分けね、私畳むのは結構好きなんですけど、仕分けするのがすごく好きじゃないです。今はヒロ君と私の服は同じ部屋にしまうようにしてて、前世は前世の遊ぶ部屋のクローゼットの中にしまってて、リンジュはリビングのベッドの下にしまうようにしてるんですけど、リンジュも少しずつ服が増えてきたし、前世も服、まあ、増えてきたし、仕分けがめんどくさいからみんな同じ部屋にしたいなってということで、明日は現場にリンジュ連れて行かせてもらって撮影するけど、そうじゃない時はベビーシッターさんとか一時保育とか、保育園預けられるようになったら保育園預けて、一生懸命お仕事も頑張りたいなって思います。毎日家でテレビ見てたら、テレビっておもろいなって思って芸人さんとかにパワーもらってて、私もまたテレビでお仕事したいなってうずうず結構してたから、楽しみは楽しみです。緊張もあるけど、この緊張を楽しみに変えて明日から頑張ります。久しぶりにリサちゃんにメイクしてもらうのもすごい楽しみやし、いつもスタイリングしてくれている柴田さんのスタイリングで衣装着るのも楽しみやし、体型戻ってないけどドキドキするけど頑張ります。ヒロ帯は2週間に1回火曜日にレギュラーで出てるので、皆さんもしよかったら午前の部ですねチェックしてください。ちょっとストレッチして明日早いので寝たいと。喋りながら洗濯物も畳めました。喋りながらだと洗濯物もはかどるので良かったです。聞いてくれてありがとうございます。ということで、今回の動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやってるので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、頑張るぞー。